毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけや、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の陰から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんを歌いました。今日も深夜か、日付変わっちゃったけどね。まあ、生きてますんでね。2017年。9月の26日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。ビームさんどうもね。HN さんどうもね。ルナさんどうもね。こんな遅くにありがとうね。ありがとうね。今夜泳げたあやきくん。この歌いいね、ほんとね。毎日の仕事の疲れた後に、なんかわかるね、この歌詞が。染みるね、ほんとね。うん。ほんとそうだね。毎日毎日、ね、疲れて帰ってきてね、そんな感じ。どうも、いつものさりげになってます。今夜、じゃあもう一回行こうか、そんな思い込めてもう一回、今夜はね、泳ぎたい焼きくん行きます。こんばんは。今夜泳ぎたい焼きくんよ。配信ぐらい大丈夫よね。うん。毎日毎日、僕らは鉄板の、上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に飛び込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな到着そうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。
たまにはエビでも食わなけりゃ、消滅ばかりじゃふやけてしまう。岩場の陰から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ、少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、今夜はね、泳げた焼きくございました。もう遅いね。じゃあ早速今夜この時間ですが、お腹ペコペコなんでお夜食行こうか。今日も炒め物行く。今日は焼きそば行くよ。焼きそばね、駅前のスーパーで、グルメシティでこのおなじみ、中華楼の太麺がね、2割引き、20% 引きだったんで、96円。これ。じゃあ中華楼のこの太麺焼きそばで、焼きそば行こうか。これは焼きそば行きます。ね、これ結構ボリュームたっぷりよね。2人前かな、量多いからさ、これ。260g。焼きそば行きます、今日は。ね、今日は焼きそば。ね。燃料はアルコールば、そう、焼きそば行くでしょ。この麺うまいんだよね、太麺でね。燃料入れて、塩と。やっぱ新しいの買ってきました。今日はね、ピンク。今日はピンクのビッグ。お牛のビッグ買ってきた。緑もだいぶ、ね、なかなか来たね。ピンクのビッグで。はい。じゃあ焼きそばやるんで、持ってきます。朝いつも通りで、あ、玉井さんどうもね。今日はね、太麺焼きそば行きます。太麺焼きそば、ね。どうもね、いつも通りの、ただ仕事遅かっただけよ。ね、焼きそば行きます。焼きそば、お腹ペコペコだよ。すっかり汗、まあ小松菜、昨日の半分小松菜ね、もう適当に切って洗ってあります。知れない。まあ前からさ、ちょっと表情があったじゃないね、緑。緑がね、でまあ黒もあるけどね、一応予備に2つある。いや、ビッグが一番いいね。今回はね、ピンクのビッグを買ったみたい。まだ黒はまだあるからね。緑がだいぶなくなってきたんでね。今日焼きそば。塩焼きそばです。塩だけで。いいかな。油、普通のサラダオイル、適当に。こんばんは、どうも、今日は焼きそばだよ。今日焼きそばね、アルコールバーナーで、アルコールバーナーで、あー、ペコペコだ。焼きそば、このままいきたい。太麺ね、もう一回、今来ましょう。太麺焼きそばで、この麺いいんだよね、太くてね。うん、あ、まあ遅いもしょうがない。でも来てくれたらありがとうね。はい、焼きそば行きます。焼くぞ。焼くぞ。このまま。味は塩だけ。塩焼き。塩焼きそば。これしっかり塩味つけて。まあ、塩を振りましょう。味は塩焼きそばです。塩一振り、塩二振り目、3回ぐらいでいいかな。
3回ぐらいで塩焼きそば、この麺うまいもんね、好きなのよこれね、この麺。まあ安いの130円ぐらいだもんね、だいたい安いもんね、この下手な100円ショップのライターから見るな、あれコンビニで買ったこれ全部いいっすね。あんま売ってないけどね、あったら買うな、この麺やつはね。焼きそばだ。あ、お互いにお疲れ様ね、ありがとうね。本日焼きそばでーす。この辺でも野菜入れちゃおうか、小松菜。野菜小松菜、おなじみ小松菜。これで1枚分だ。こっちの温度も使ったよね。半々に分けて。小松菜入れて。小松菜がひなってればいいかな。どこのメーカー、よくあるビッグだよ。よくあるメーカービッグ。コンビニよくビッグだ。このメーカー。どこ、うん、わかんないメーカーはね。うん、野菜ひなってすればいいや。うん、これうまいよ、これやってたらいいか、この辺でね。野菜がしなってすればいいよね。小松菜ね、これ青菜は小松菜です。もう塩は麺に振ったんでね、これ混ざればいいだろうから。仕上げにちょこっと一振りぐらいしておいてもいいかな、仕上げに。小松菜がしんなりすれば出来上がるってことで。ああ、ちょっとかな、ああ、いい香りだ。いいね。あ、ニンニク入れよう。ニンニク塩焼きそばにしようか。多分ニンニクあったと思うんだ。ニンニク入れよう。ちょっとニンニク持ってきます。ニンニク持ってくる。ちょっとニンニク持ってくるよ。ニンニクなかったらしょうがないね。何でもいいや。それでもまあでも、なかったらニンニク関係ない。ああ。まあこれでいい、でもいい感じだ。左側いいね。ああ、うまそうじゃん。塩焼きそばで。おー、いい感じになってきたね。今日焼きそばだ。あ、そう。うん。うん。もうちょっと塩入れようか。一つまみ。こんなもんでいいや。さっきも入れたら。これ混ざればいいや、今日は。味付けはこれでいいや。今日は小松菜塩焼きそば。今日は小松菜塩焼きそばで、いきます。
あ、彩りがいいね、やっぱ小松菜になるとね。彩り綺麗ね。この文字よな。うん。まあちょっと多かった。まあ止めよう。火止めます。完成。今日は小松菜塩焼きそば。くるくる混ぜて。じゃあこれをつまみ飲みましょうか。今日はこれをつまみ飲みます。どうも、ヘイさんどうも。今日はね、小松菜塩焼きそばです。太麺焼きそばです。じゃあ今日はこれ、小松菜ね。で、揚げつくは塩のみて。塩のみで、もうできてね。うん。じゃあ今日はこれをつまみにします。じゃあ持ってこよう。飲み物持ってこようか。本日も、バジョの発泡酒。安いやつね。トップバジョの発泡酒にします。はい。これ安くていいんだよ。はい、乾杯。安上がりでいいよ。これ100円ぐらいだったもん、ね、20% 引きになったから。うん、あ、うまい。まあ今日も遅かったんで銀行行けなかったな。9時前になったら行こう。まだ夜勤払ってないんだから。うん、日曜は行けるでしょ。ね、あ、土曜は早いと思うんだ。夜の9時前だったらね、手数料かかんないから。うん、本日は焼きそばよ。小松菜焼きそば。小松菜。よいや。
発泡酒。こういうかっこいいグラスね、うん、あでも行くの早くてよかった。まだ0時台ね、なんとか0時台。今度はね、キャンプでもよかったね。やっぱ群馬のキャンプ場最高だね、あれね、なんやかんや言って。やっぱまた行こうかな、あそこね。奥多摩小屋か群馬のキャンプ場、僕はあそこ、うん。学校場所より全然家もこの方が。ここはしますって水道が1個しかないもんな、そこな。やっぱただの瓦だからね。うん。あそこいいよね、ほんとね、角渕キャンプ場。駅からもそう遠くなくて。駅前にスーパーあるしね。うん、そういうやろ。精神でもらったやつ、サントリーのウイスキーの精神のやつ、これね。いつもこの間角吹き、角ね、三角形の角、角あんじゃん、角。なんとか角あるよね、角って。で、吹きはさ、金が吹きの吹きで、角吹きキャンプ場。わかった？三角形の角で角ってあるの、角って読むの、角。ね。鹿の角とか動物の角、ね、角に、あれ、首都圏だったらさ、東京にさ、金が吹きってあるじゃん。その吹き。どこの吹き。ね。で、角吹きキャンプ場。わかった？あれ、玉井さん。角吹き、角ね。角吹きキャンプ場っていうやつ。まあ、無料の、公園内要するにね、公園内にそういった施設があるので、あそこまず、まあ、デイキャンプしろ、普通バーベキューなんかやるとこもあるし、奥の方に林間サイトでテント場があってね、その周りに野球場とかさ、スポーツエリア回ってゴルフ場とか、そういう施設で無料で、そう、その時場所は埼玉のすぐ上、高崎市の隣で、そう、まあいつも言ってるように、埼玉からあれ高崎線で群馬やって一駅目、新町っていう駅、そうよ、埼玉群馬やって一駅目が最寄り駅、そこから歩いて30分ね。駅前にはスーパーあるしね、公園の近くにはさ、あれデイリー山崎でコンビニもあるし、うん、コンビニも結構買ってあれね、コンビニは3つなんだ、あれ高崎線沿いにファミリーマートね、国道17号線が高崎線沿ったんだけど、17号線、その沿い17号線沿いファミリーマートで、スーパーの向かい側にセブンイレブンで、その公園の近く、そのブチキャンプ場がある公園の近くにデイリーヤマザキ、コンビニに買い物するとこもあって、あそこいいよね、ちょうど満開だったね、ほんとね、うん、うん、朝早かった時はさ、あそこのデイリー山崎食材買ってもいいんだよね。だからあそこ駅前スーパー9時から開くからさ、
8時とか7時に過ぎちゃった場合さ、スーパーあれなくてもさ、あそこのデイリーのまだ適当に買ってもね、大丈夫だそうで。そう、角吹きでいいと思うよ。いろいろ、いろいろ大して違うかもしれないけど、僕はそう呼んでる、確か。他の読み方かもしれないけど、僕はそういう読みやすいから角吹きって呼んでる、僕、それが。確か他の読み方だったかもしれないけど、ちょっと忘れちゃったし、一応僕は角吹きって読みやすいんで、そう呼んでる。トイレもあるし、なとかね。水道が豊富なのが嬉しいやつからな。うん。巾着田なんかよりも水道の数が多いかもしれないな。巾着田もあそこのとこさ、トイレの前のあそこしかないもんね、水ね。ね。それを思ったら、結構、デイキャンプのあれ、日帰りのバーベキューエリアにも水道あるしさ、林間の中にも水道あるし、結構数あってよかった。あれがいい。水道少ないとね、待つのも大変だもんだろうな。あそこは、水道の数。じゃあ2本目行こうか。やっぱじゃあ1本目、麦の恵み美味しくいただきました。じゃあ2本目行こう。やっぱ水ないとね。そうだって、だってそうみたいね、この間ね。でももう遅いかもしれないね、残念。でも、巾着だね、あれ、まんじゅうしゃけ満開の頃はね、青空禁止だから、そこ、やっぱり。花見優先みたいだから、そこ。ね、まんじゅうしゃけ、ね。彼岸花が満開の頃はね、花見優先でね、青空禁止だからさ。うん。トイレはしょぼい。トイレはやっぱね。トイレは普通のよく、なんだっけ。うん、トイレはあんま良くない。トイレは水洗じゃないからさ、あれよく。仮設っぽいトイレよ、要するに。あるじゃん。工事現場にあるような、あんな感じのトイレ。汲み取り、ある、ああいう感じのトイレだからさ。でも、無料で使えるところで、それ気に入ってる。トイレは学校場所から全然いいや、そこ。学校場所から、ああいうトイレ。学校橋側のトイレって普通のよくある水洗トイレだもんね。うん。でもそれはそんぐらいはしょうがないよね、あれ。僕いいもんはね。さて、2本目持ってこよう。今日はね、小松菜のやつ半分ぐらい食べたかな。うん。小松菜のやつは。2本目持ってこようか。2本目、塩味、塩焼きそばです。2本目持ってくる。発酵する。やっぱ2本はどこです。あー、いいね。これ安くていいよ。でもトップバリはそのところでいいよな。これ100円超だもんな、トップバリュー。最後そうだ、これトップバリュー。これ決めようか。145円だもんな、ね、1本これな。ね、500の缶でね。うん、手頃でいいな、これな。はい、乾杯。ああ、大阪にお疲れ様ね。ウインナー今トップバリュー高くなっちゃったな、あれ。トップバリューのウインナー今高い、ちょっとね、あれ。プリマハムの方が安いんだよ、ウインナーは。トップバリューも最近10円高くなってんね。やっぱりアベノミクスかもしれないね、これもね。
以前よりね、値段上がってった感じがする。トムバーガー。うん。しょうがないね、アベノミクスだもんな。アベノミクス。アベノミクスか、そういうの。物の値段が上がんない、しょうがない。上がった分、我々に回ってくると思わないとな。でも、これでもあなただね。トップバリューもちょっと多少気にしてるんで、以前トップバリューってさ、製造と作って書いてた中で、これは新しいこの麦の恵みを書いてあるもんね。札幌ビールってね。以前のはね、書いてなかったでしょ。これはちゃんと書いてある札幌ビールで作ってるってね。製造所札幌ビール株式会社で。少しずつ変わってきてるからね、トップバリューも。以前はないもんね。うん、よくない。安倍さんまだカツラかもしんないね、あの人ね。年の割にはちょっと髪の中ふさふさだもんな、あの人も、ね、意外とね。意外とそうだ、意外じゃないよ、みんな分かってそうね。安倍さんも意外とカツラかもしんないね、あの人ね。うん、素晴らしくていいよ、これは。2本なんて300円だもんな、今度の。2本、うん、そう、大瓶3本ぐらいなのかな、500円だからね。2本ちょっとか。うん。はぁ、あ。ああ、いい感じだ。よかった、まだ、1、2か。昨日中料理だったんだけど、25日に。遅いからさ、まだおろしてないんだよね。ね。ね、どうせ遅いから、屋根さんも寝てっからちょうどいいや。手渡しだからさ、家賃は。部屋代。うちのアパートの向かいが家主さんなんでね。手渡しなんでね。遅い時払えないからちょうどいいや。ね、休みの時おろして、それで渡そう。今度またね、今度もアウトドアもね、また、ソロストーブでやろうかな、ソロ。ソロストーブな、やっぱいいな、うん。燃焼室消え、何度も言ってるけど、ソロストーブ燃焼室消えたからさ、少量の燃料できるんだよな。ニュースグリルちゃんはさ、コンパクト畳むけどさ、結構広げるとそこそこのサイズなんで、燃料食うから。でもあれは、秘密のグリルちゃんは食うって言ってもあれ、網が、細かいからさ、あれペレットのできるからね、あれ、うん、ただそれでいいかも。優しいよ、大丈夫よ、優しい優しい、うん、うん、大丈夫、まあまあ大丈夫、うん、もう10年以上住んでるもんな、早いもんで。そうだって、小泉首相のあれ、郵政の頃に結婚してきたからね、郵政船長との。あのと、だからもう10年だと思う。長いよな。うん。あれなんだっけ、管理費も払っとるで、千夜君には入ってくけどさ、ちゃんとこれもエアコンもさ、もう、
作り変わったしね、これね、やっぱり。一回ね、4年、4、5、3、4年前かな、あれ。このエアコンね、上の上かな、これ。あのエアコンさ、3、4年前新しくなったりするからね。僕、来た当初はだから、10年ぐらい前はもっと古いやつだったけどね。まあ、管理費とか取ってからさ、それでだろうね。定期的にやってんだろうね。鍵も一回、交換あったもんね、あれ。うん。僕来た当初はまた別の時は、そのまま継続していた。一定期、まあ、まあ、普通だよね、家主さんとしてはさ、一定期間経ったらさ、交換してね。うん。始まりしないもん、うん。家着かんの部屋で来てんのよ、こんな感じで。パジャマしないかもしんないもん。いつも寝るとき下半身はね、ほとんど裸だからな、パンツ一枚とかね。うん。そう、たまえさんはわかるよね、たまえさんね。ね。下半身をさ、まあ、探るのにね、あんまり着ない方がいいもんね。腕だけはしないよ。うん、あと長ネギ、この間に買って長ネギもなんだな、いろいろ長ネギ。まあ、どうもありがとう。どうもね、また明日ヨガをして仕事頑張りましょうね。あ、トランクスか、もうトランクスだもん、僕ボクサータイプなんで、トランクスはダメなんだもん。トランクスはいかにもパンツだもんね、あれ。トランクスはさ、そのままだ、いかにもなんかやだ、あれあれね、そう、黒っぽいボクサータイプのやつで、僕はね。ね、あれで。うん。色はやっぱパンツは黒っぽい方がいいよね。黒っぽいパンツだったらパンツ一枚でもさ、歩き回ってもちょっと恥ずかしくないもんね。うん。散歩だなって感じしてさ、ね。白はダメだよ。汚れ目立っちゃうから。恥ずかしいね。白はね、ダメダメ。汚れ目立つ。黒が一番いいよ。汚れが目立たないからさ。女性はね、生えてないのがいいの、僕は。うん。生えてないのがいいです、女性は。僕はそんな人間なんだよね。ノーパンがいいな、女の子はな。うん。え、しないですよ。ないですね、娘はね。うん。女の子はね、ノーパンがいいです。生えてないのが。わかった？もうそんな人間です。もうそんな人間。女性はね、ノーパンがいいです。うん、そう、毎日してるよ、洗濯は。キャンプの時はね、1泊2日ね、1枚で通すけどね、着替えないけどね、めんどくさいからね。
ね、今日焼きそばを美味しくいただきました。今日はね、塩焼きそば、小松菜の塩焼きそば、焼きそばね、太麺焼きそばで小松菜入れて、遅くにどうもありがとうね。今日は塩焼きそば。もう買わないよ。うん。あ、そうね。この発泡酒で最後だ。太ってんじゃん、だから。結構太ってんだから。太ってるよ。太ってますよ。体型変わらない。もともと太ってっから、僕は。ねえ、どう、ね、ああ、疲れた。はあ。超焼きそばや。ああ、くたびれた。また明日、睡眠まであるよ。まだ睡眠も来た。それも口にどう、はあ、でもしょうがない。生活のためにはね、はあ、仕事があるのはいいことだ。仕事があるのはいいこと。そう、買うけど、そう、年中買わないよ。買ったらね、そう、年中買わない。一回買ったら、それ大事に愛用するからさ。そういう意味で今は買ってないってことよ。分かった？一回買えばさ、そんな、ね、大事に使ってくからね、大丈夫よ。うん、ね、うん、分かった、分かった。一回買えばさ、年中買わないっていう意味よ。だって一回買えばさ、履いてるわけじゃないからさ、それ大事に使えばさ、結構持つもんね。そう、分かった。そう、年中買ってるわけじゃないよ。使用済みはダメ、高いからダメ。使用済みはね、どうしようかな。使用済み、うん、で僕は使用しても、使用済みもいいよな、女の子。女の子が生え、その目の前でさ、生えてね、生えてるやつ脱いだのがいいな、僕はな。かわいいね、女の子はね。あわよくばだよな、ほんとね。あわよくば。ね。あわよくばだよ。あわよくば。そんな、あわよくばなんかないけどさ、ね。うん、今日はこの辺で終わろうかな。もう眠くなってきた。じゃあおやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。おやすみ。どうもありがとうね。今日はね、泳げたいやきくん歌ったよ。じゃあ最後にもう一回泳げたいやきくん歌って終わろうか。泳げたいやきくん。ね、最後にもう一個歌って終わります。あ、もう44分やってんだ。じゃあ最後にもう一回泳ぐたい焼き食う。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に
逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。はい、泳ぎたやきくんでした。じゃあ、ありがとう。うん、おわさがこれでおしまい。疲れた。どうだよ。おやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。おやすみね。ありがとう。おやすみなさい。配信終わります。もう眠いから。おやすみね。おやすみなさい。僕、あ、女性下着プレゼントか。じゃあ僕はね、どんな下着か。うん、僕はじゃああの子、かすみちゃんが身につけてた下着その手入らないから、かすみちゃんが身につけてた下着がいいです。あ、いいなぁ。かすみさん、かすみちゃんが身につけてた下着が、あ、いいです。ああ、たまらない。無理だよね。だからね、それは無理だよ、そういうの。ああ、たまんないね。そういうの考えるとね。いいば、まあまあいいです。じゃあ今日はこの辺で。終わろう、今日はこれで。あ、いい、名村あみちゃんもかわいいね。おやすみなさい。もうダメだ。おやすみ。今日はこれで終わります。もう1時半だもんな。おやすみなさい。終わります。オンでする前に終わろう。おやすみ。ありがとうね。終わります。はい、終わりました。じゃあ、あれ、スティッカーも終わるね。ありがとうね。おやすみなさい。ではまたね。でまた終わります。はあ。